こんにちは。時間の鬼マムシこと沢茂美です。私はあなたの人生にとって時間が一番大切だと思っています。でも本当に欲しいものは時間やお金ではありません。感情です。例えば死ぬ直前に現金がドンと積まれてもあまり意味ありません。自分の子孫に残すって意味においては意味あるかもしれませんが、なぜならば使えないから。時間がいっぱいあると言って生まれたばっかりに戻ろうとしても、それまたあまり時間意味ありません。時間があれば自分のやりたいことができる。自分の思い通りに過ごすことができる。つまり手に入れたいのは充実した自分、達成した自分、何かを成し遂げている、自己実現した自分、つまり感情が欲しいのです。お金もまたしかりです。お金があればいろんなことができる。あれも買える、これも買える、これも手に入る、あれができる、そういった充実感、達成感、生きている実感、つまり感情が欲しいのです。そう、感情とはすなわち脳が求めることです。お腹が空いた、おいしい、生きてる、これが感情。うわ、絶対達成したい、達成した、嬉しい、これが感情。つまり感情を求めてる。痛い、やだ、逃げたい、これも感情から逃げる。この感情から逃げる、痛みから逃げるという感情を求めています。私もあなたも感情が欲しくて一生懸命もがいて生きています。一方で時間とお金は重要です。そのうち最も大切なのは時間です。なぜならば時間は増えませんがお金は増える。時間でお金は買える。お金で時間も買える。お金はあらゆる価値と交換可能な変換ツールです。でも時間は買うことはできますが増やすことはできません。タクシーに乗りました。あなたは電車に乗るよりも多くのお金を払って時間を買ったんです。そうです。人を雇いました。あなたは自分でやれば1000時間で終わることを人を雇うことによって例えば100時間とか50時間でできるようにしたんです。つまり自分の時間をお金で買ったということです。故にあなたの最も大切なものは時間です。今日はその時間に関するお話を一つしたいと思います。お付き合いください。このような話があります。日本はきちんと病にかかっている。ちゃんとしなきゃ、きちんとしなきゃ。私はそれをきちんと病と呼んでいます。どういうことか。きちんと病っていうのは100点を目指しなさいってことなんですね。きちんとしなさい、そうですよね。ちゃんとしなさい、100点を目指しなさい、そうです。どんだけ頑張っても100点を目指してここ100点ですね。で、ここは0点としましょう。100点を目指しなさい。そうですね。きちんとしてますね。でも、テストを思い出してください。例えば、60点で合格だとしたら、もう60点大体のことは分かる。でも、100点は取れない。これは一例ですけど、大体こんなパターンになってます。60点取るのに1時間かかる。そうですね。レポートを人から見せてもらったり効率よくやってもうやれば1時間で60点取ることはこれできます。じゃあ70点取りましょうと。これにはだいたい3時間くらいかかるとします。はい、80点取りましょう。これは結構勉強してやっぱ10時間くらいかけないと80点取れてこないね。テストやった人なら分かりますよね。これ全てがこの時間できるってわけじゃないですよ。じゃあ90点取りましょう。これはだいたいまあ100時間くらいかかったりしますね。勉強できる人は大体90点以上、一生懸命勉強してる、きちんとしてますね、きちんと。じゃあ100点取るの何時間くらいですか？大体1000時間くらいです。これはまあ指数的に増えてますね。全てがこの時間じゃないですよ。でも大体こういう構造になってます。じゃあきちんとしなさいっていうのは、1000時間かけてここを目指しなさいね。あなたが与えられた仕事を1000時間かけてきちんとしましょう。これ効率悪いの分かります？分かりますよね。じゃあ私だったらどうします？そう、私だったらこの 60.1 時間、この60点を1000個取ります。1000個、この60点1000個取ったら合計いくらですか？まあ多分6万点くらいなんですかね。そうですね、60点の1000倍だから6万点。いろんなことやって6万点取るのと100点取る、どっちがいいですか？私はこちらだと思います。でもね、世の中はみんなきちんとしなさい、自分の子供や会社の社員に対してきちんとしてくれた方が嬉しい。なぜならば管理が楽だし、言われたこと以外はやらないでほしいし、自分がこれをやった、そのミスしたのの責任は上司が取らなきゃいけない。だからきちんとしなさいという。しかし6万点取ったあなたはどうですか？いろんなことができます、何でもできます。どっちが時間を有効に活用してますか？これが私が今日申し上げたかったことです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。